つめる。安全で安定した生活が享受できる環境づくりに努める。つぶす。空き缶やペットボトルは、つぶしてから回収に出す。積み重なる。机の上には、書類や郵便物が積み重なっていた。低下。中年太りは、 体の機能低下による老化現象の一つだ。提示。タバコの購入時には身分証明書の提示を求められる。提出。父は昔ながらの提出関白で家事は一切しない。定住。定住せずに 日々寝床を転々とする生活を送る。手入れ。肌を美しく清潔に保つには、日頃の手入れが肝心だ。適度。適度な飲酒は血液循環を良くし、体の疲れを癒す。適当。何事も完璧を求めるのではなく、 適当なくらいがいい。手際。時間をかけずに手際よく料理の支度を済ませる。手ごろ。値段も手ごろなので、東京のお土産として人気が高い。デジタル。現代の若者はデジタル技術を駆使して生活している。 鉄筋。鉄筋コンクリート住宅は耐震性が高くて安心だ。手続き。引っ越しが終わり、役所で住所変更の手続きを行う。手抜き。手抜き工事による欠陥住宅であることが判明した。手配。 アプリ一つでタクシーの手配と料金の支払いが可能だ。手放す。借金返済のために長年乗っていた愛車を手放した。照らす。テーブルをキャンドルの光がほのかに照らす。添加物。 保存料などの添加物が入っていない食品を選ぶ。電子マネー。電子マネーはプリペイド方式の電子的な決済手段だ。テンション。朝はテンションがなかなか上がらない。電力。毎日の発電量や消費電力をチェックしている。 同居。母が認知症を発症したのを機に同居を始めた。解く。新聞に掲載されているクロスワードパズルを解く。毒。体内に毒が溜まると様々ままな臓器や器官が汚れる。読書。最近の若者は あまり読書をしないと言われている。独身。独身生活が長いので、家事全般をこなせる。戸締まり。外出時は、戸締まりや日の元の確認を忘れてはいけない。土地。土地の値段が上がると、中古マンションの値段も上がる。 整う。瞑想は心が落ち着き、自律神経のバランスが整う。整える。身だしなみを整えることで、相手への配慮や敬意を示す。共働き。今や共働き世帯は珍しくない時代である。取り消す。 予約を取り消すときは ID とパスワードが必要だ。取り寄せる。書店に在庫がなかった本を出版社から取り寄せる。取る。毎日の食事で野菜を積極的に取るようにしている。内臓。食べ過ぎは内臓に負担をかけ、 体調を崩す原因になる。長生き。長生きするなら健康で楽しく生きていきたい。流す。食べ残しの食材を流したら排水管が詰まった。馴染む。以前と比べるとだいぶ日本の生活にも馴染んできた。 舐める。食事中に箸を舐めるのはエチケット違反である。習う。週に3回、オンラインで英会話を習っている。握る。子供に正しいボールの握り方を教える。賑わう。30以上の屋台が並び、 神社は家族連れで賑わっていた。日常。当たり前の日常が遅れることに感謝の気持ちを抱く。日課。毎晩ジョギングすることを日課にしている。日程。旅行目的、場所、日程が決まったら、 下調べをする。荷物。持って帰ると思い荷物は自宅まで届けてくれる。煮る。沸騰したら火を弱めて弱火でじっくりと煮る。妊娠。妊娠中の妻に寄り添い、体調や心境を気遣う。